おはようございます。おはよう。爽やかっす。おはよう。僕の作業場へようこそ。あ、ここが噂の。そうです、噂じゃないでしょ。もう一回見てるでしょ。要の工作、はい、第2弾をちょっと行こうと思うんですけど。そうですよね。ほら、お、なんか全身。いや、前回も、はい、あのお借りしたこのつなぎですよ。この店員さんをやらせていただいて、潜入した時ですね。潜入した時だから。今日川端さんにここに来てもらったのは、作るんでしょ。作ります。作るんですけど、うん、ちょっと一味違います今回。一味違う。はい。あの毎回なんで教えてくんないの。教えてくれる。今回車が変わります。お、まあ、車も変わります。ほう、何。多分川端さんご存知かもしれないですけど、はい、ジムに。知ってる。知ってます。知ってます。なんか前ちらっとなんか偶然話してましたもんね。ジムニー。そう、ジムニーはものすごい売れたんですよ、はい、1年待ちとかだよ。新しくなったじゃん、ボディも。本当人気ですからと思うじゃないですか。はい。今日なんと、うん、こちらにご用意してます、うん、ずっと見えてんだよ。ずっと見えてんだよ。見てました。もう見たかったんだよ。で、なんで、まあ、アルパインさんでいつもまでアルファだったのに、はい、ジムニーなのかっていうと、はい、なんかアルパインスタイルさんで、はいはい、内装外装ともにカスタマイズできるみたいです。ジムニーを。はい、いいですね。知らなかったです。知らなかったです。アルファードだけだと思ってました。今回なんと、うん、オーディオ取り付け、お、サウンドチューニングはまでやっていただきます。前回はサブウーハーだったんですけど。サブウーハーとチューニングだね、はい、今回はもうサブウーハーではなく、もうオーディオそのもの取り付け。はい、やったことないよ。一人じゃできないよ。できない。ヘミさん。あれ、ヘミさん今日。一人じゃできないよ。ヘミさん。ヘミさんいてくれた。ヘミさんいてくれたよ。あ、今日も いらっしゃいました。いてくれた。今日も。ヘミさんでもこの間もよく分かってなかったですよ。今回大丈夫ですか。今回大丈夫。本当すだと思います。だっちゃう。ちょっと待ってくださいよ。前回本当助けてもらった。今回もよろしくお願いします。というわけで今日は何から。この間つけていただいたウーハー、はい、これ覚えてます、はい、と、はい、フロントスピーカー、うんうんうん、ツイーターをつけていただく、つけていくと、はい、で、あと最後、はい、音のチューニング、音のチューニングまでやるということですね。じゃあ何からやっていきますか。内張りをまず外すことですね、はい、多分ね。何だ。あ、これでかいな。あ、すみません。ヘミさん嘘つきました。いきなり。ヘミさん大きかったですね。ちゃんとねえのかあれだな。ものすごく時間かかりそうだなこれ。そうですね。外しました。したらこのパーツを外すんですけど。え、これもう3つだけしか止まってなかったってことですか。そうです。そんなもんなんですか。だいたい3つか4つ。この辺から。あ、これか。はい、手前に。おう。おお。え、いましたね、裏側。すごい難しいです。だってここがどこにあるかって分かってないじゃん、素人は。すごいわこれ。こっからどこに埋め込むんですかこれ。あ、そこだ。今ちょっと外れちゃってるんです。なるほど。が、これだ。このままだと分かんないんで、分かんないんだ。はい、これをつけていただいて。あ、あそこに。はい、このままね、これをつける。これなんて言うんでしたっけ。これバッフル。バッフル。ああ、こうだね。確かにフィットしますね。いや、してないな。あ、してないですか。うん。あ、これでしてんの。あ、これしてますね。そのネジで、はい、付けようとお願いします。こっちが裏側。ちょっと待ってください。裏側。あ、なるほど。はい、想像以上に大変なんですよこれ。最初にこう入れといた方がいいですよね。そうですね、そうですね。これが下になります。これですよね。そう、確か、あの、はい、あ、ここなんだこれ。あ、ほんとだ。で、裏ですよね。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。素手の方がいい。感覚ないもん。これが確か下っつって。あ、これですね。で、こいつを入れまして。起動しよう。そうですね。バッフルつけてるじゃないですか、今。はい。なんでつけるんですか、これ。これは、純正の穴の開口がスピーカーに合わないことが多いので、それを合わせるために、変換みたいなイメージでつけます。はい、変換。はい、スピーカー変換。へえ。これさ、裏に落っことしちゃったらさ、やばいね。あるあるです。ですよね。ずっとカタカタ言わすってわけじゃないですよ。ちゃんと取ります。ここめっちゃむずい。焦るな、焦るな。
あ、来た。来た来た来た。ほら、落としませんよ。私は落としません。はい。押したら後ろをこれで押さえて。こっちでいいのか。はい。完成。もう僕これちゃんとかわしておいたんですよ。読んでたってことです。読んでたんですよ。大きい方がちなみにプラスです。これだ。はい。こうでいいんですよね。これでやって。これ前回超硬かったんだよ。そうです。ありましたね。ちっちゃい方かっけえのね。こんぐらい育ったら大丈夫か。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。よっしゃ。こ上の方で。そうですね。上側の。こういうことだ。はい。これかな。見つけました。はい。よし。行きました。手動ですね。ここら、こんぐらいいいですか。はい、はい、最後十字に均等に締めていく感じで1、2、3、4みたいな感じ。1、2、3、4。へー、1、2、3、4。そんな十字にやらなきゃ。そうですね、一応均等に締めて。あ、それは知らなかった。はいはい。あ、スピーカー設置完了。設置完了です。次はですね、はい、これで蓋をしていただいて、はい、この上からデッドリング材を貼って。なるほど、はい、デッドリング材なんて知らないもん。なんなんですか。精神材ですね。ここもほらアルパインさんちゃんと。でもこれ塞がれちゃうんですもんね。塞がれちゃう。見えます。 おしゃれは見えないところです。確かにビニールを剥がしちゃってんすか。剥がしていい。よし、こんぐらいかな。これが何なのか分かんないもん。今外してるものが何なの。エアバッグのセンサーだと思う。マジっすか。で、これを抜くんですかね、これ。そうですね、このまま。はい。あ、よいしょ。うわ、ペロってどっちに外すか全然わかんなくて、今。お、はい、これを配線の逃げる。こういうことですね、ですね。はい。こう、全部外出しちゃうんですね。すごいね、これ。こんな感じかな。そうですね。おお。その上から、え、こう行っちゃっていいですか。行っちゃってください。ここで、これなんかすっごい素材を行きましたね。はい、よし。あ、ちょっとカーブ近さよ。ここもちょっとでかいっすよ、これ。切り切って、あの、修正するっていう。あ、なるほど。後付けじゃないですか。あ、いい感じです。もうヘミさん、あ、いい感じしか言わなくなっちゃった。まずいぞ、これ。アドバイスとか、これまず1個目だろ、これ。これはこれで完成ですもんね。完成ですね。で、あと上からしっかりくっつけて、あー、ヘラで、はい、しっかりくっつけた方が精神力。よし、どうしよう。で、上からこれで、これで、あ、そういう感じですね。こういうとこですね。そうですね。好きなんだよ、こういうの。もんじゃの焦げ取ってる時のね、下町なんで、ね、小学生からずっとだからさ、駄菓子屋でもんじゃ食ってたから。駄菓子屋にもんじゃないでしょ、もう。ないです。100円もんじゃってなんだよ。ぼった焼きって言われてたんだね、もんじゃ。どうでしょう、ヘミちゃん。いいと思います。いいですか。はい。本当すか。信用していいですか。はい。これだけだと足りないので、もうちょっと貼って、この辺に、はい、こうやって。そうです。あ、じゃあこうでいいんですか。もう、そうですね、切る必要ないですね、これ。そうですね、そうですね。仕事してんな。なんか仕事してるね。がっつり、そうですね、作業ですね。そうだね、仕事だね、これ。なんか、え、どうですか、これ。いい感じです。本当ですか。はい。このとこなんかすごい気持ちよかった。めちゃくちゃ張り付くね、これ。ヘラ通りに行ってくるから気持ちいいね。へー。これで被せちゃっていいですか。そうですね。戻します。戻します、ビニール。え、何、戻します、ビニールってやってます。なんか変だったよね。やってます。いかがでしょうか。よし、できた。なんかこうやってアルパインさんに作るだけかっこいいね。じゃあ戻しますか。はい、戻して。うわー、入りました。入ってなくないですか。入ってない。ヘミさん、はい、ちょっとヘミさん、ちょっと今日時給減らしといて。日給減らしといて、今日ちょっと。おっしゃっていいですか。おっしゃっていいですか。行ったかな。 OK です。行きましたね。はい、前回と違うね。車屋さんに慣れてきやすい、少し。よし、この上から、はい、オーラ来た。はい、OK、出来上がり、完成です。完成。わというわけで、フロントスピーカー終わりました。はい、さあさあさあ、また僕の方がやってたと思うんですけど。そうです。お願いします。とんでもないです。
次は次は、はい、これツイーターですね、はい、つけていただくと思います。なるほど、はい、出っ張っちゃう、はいはいはい、のが嫌なのでこういうカバーを作ります。カバーですね、はい、グレーと黒、黒ですね、はい、を作ってみたんですけど、グレーを、はい、同色系から、同色系から、こういうこと？自然っちゃ自然、自然だけど黒が目立った方がいいのかなとか思ったんですけど、意外とこっちの方がいいのかな。あれ、これこれ違うな。合ってます？合ってます。大体こんな感じ。ああ黒で。黒ですね、はい、じゃあ今回黒 で、はい、はい、これは黒でした。この辺だとまた違ったと思う。確かに高いとグレーの方が良かったかも。ここだったらブラックの方がいいですね。あブラックでいきましょう、はい、はい、というわけで、はい、まあ、色も決まりました、このブラックでね、はい、これ、これまずはスピーカーの線を通していただいて、はい、そのままこの穴と、あ、なるほど、はい、通して、あ、そっか、こっからだ、まあ、はい、ってことですね。じゃあこれはちょっとここ置いといていいんですか。そうですね、これですか。はい、ちょっと通しづらいんですけど、ここだ、こ 目見えないもんですか。通しづらい、はい、よし、行きました行きました行きました。ざ、これで結構引っ張っちゃっていいですか。はい、引っ張っちゃってください。長さ出しておいたんですね。で、こう、はい、こういうことですか。はい、おお、気持ちいい。このネジが緩んでるので、はい、はい、あ、じゃあネジですか。はい、ネジ締めました。で、これは一応両面テープに。で、もうこれ今つけちゃっていいですか。つけちゃってください。片方だけなんですね。そうです。挟み込みなので。表面テープ1箇所とツイーターと挟み込み。ああ、なるほどなるほど、はい、気持ちいい。これ合わせて貼らないと。そうですね、結構怖いなこれ、はい、軽く止めといて最後貼り付ける感じ。いきましたね、はい、ね、結構繊細だな作業。さっきここかな。あ、来てる感じします。あ、来てます、はい、はい、来てますね。そしたら最後回していく。おお、勝ちいましたね。今だいたい回らないことです。硬いんです。これでいいですね、はい、装着ですか。あとこうやって見るとなんかちょっとね、同色の方が良かったんじゃないって思うじゃないですか。この後見てて気持ちいい感じになります。これはどっちがどっちですか。あ、これ長いのこっちですか、はい、うわ、むずい。この配線またいけました。配線、はい、これで大丈夫ですか。大丈夫です、はい、配線長いので。長いですよね、はい、ちょっと束ねていい。これ束ねていいですよね、はい。俺なんかやってる人みたいじゃないの。かなり手際いいですよね。僕ね、好きなんですよこういうの。切った方がいいですね、これ、はい、結構短くていいですか。あ、短いね、もう。よし、よし、やっぱこう、しまい込むっていうのも本当分かってきたね。ほら、気持ちいい。これでどうやって入れるんですか、これ。これがここ、はい、あ、これかな、はい、あ、これだ。おー、来た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 。これで、これか。ここもちょっとやんないと気が済まないA 型が出ちゃうんだよ、ここ。いいんじゃないですか。できましたよ、はい、どう。黒がしかも黒いいよね、はい、やっぱこのスピーカーのね、この部分黒いし、ね、あとこのゴールドが来るとやっぱりね、黒ゴールドの鉄板でしょ。おー、嬉しいな。ちなみにこことここは同じデザイン。お、一緒だいいっすね、こういうの大好き。本当だ、一緒だ。これヘミさんのこだわりですか。そうです。おしゃれ。いや、こういうの好きですよ。素敵です、こういうの。エアコンは元からその形。そうです。で、それに合わせて作られた。合わせて、はい。細かい。いいね。よっしゃ、じゃあこれ完成じゃない。完成です。よっしゃ、できた。そう、やっぱ人生充電は軽くいけんねってこと。重いな、今のことは。歌うがいいんだ。なんだよこれ、毎回なんか下りあんじゃん。ごめんなさい、もう一つ顔を見せたいことがまだありました。何、プレゼント。プレゼントっちゃプレゼントですね。